西川とホールモネアレックスのマッチアップ。ここはワンツーマンディフェンスを敷いています。佐賀左からガルシア、スティールアシスト得点3部門でリーグのトップ10入りを果たしています。スキップパスを送ってパイパップムールから戻してガルシア、ガルシア正面から入ってくる横向き、難しい体勢よく決めていきます。じわりじわりとペイントエリア入ってくるか、ポンプテイクを見せて佐竹デイビス、ダンク3本目、ショットクロック残り7秒、外ガルシアフローター、ここは体の強さを見せますデイビス、奪った西川、うますぎるダンクシュートだ。今日ディープスリーを決めている隅田、西川へ、西川ここも不安定な体勢だったと思いますが、デイビス前にはフィーラー、ダブルチームで行くか、守備をスイッチしてくる、ここは苦しい体勢ですがよく沈めています。ここはディフェンスを固めた青森、ボールを奪う、ただ奪い返すか、うまくキープをした、空いたオープンのスリーポイントシュート、リバウンド隅田がボールを奪った。西川ここは綺麗なハンドリングからファイパペムール、メリーが代わって入っています。そのモンゴメリーハンドオフ、所得力残り3秒短くなっている、苦しいところ、ここを沈めます。 DJ モンゴメリータイムアウト前のこの最後のプレー、ショットクロック残り1秒の場面、ガルシャトップ中ドライブダンクショット、モンゴメリーから常田へオープンでスリーポイントシュート、ゾーンディフェンス、スキップパスを送って西川のスリーポイントシュート、倒れ込みながら沈めてきました。リバウンド争いはツネタが奪う、さあ得意のドライブを見せるか、青木スピードスター、ツネタ公平、ここは外へ出します、ツネタを選択、キックアウト、ここは隅田がボールを奪った、そして誰もいない、イージーバスケット、マッキントッシュ、どこを選択してくるか、司令塔の空いた中へ通したホールムナレックス、バンクショット、切り替えていく、外から野田と少し短くなって、最後はマッキントッシュが抑えました。試合終了です。88対83。